彼氏に好かれすぎて嬉しいけど逆に不安です、はい、プレゼント攻撃、常に密着、飲食店でさえ食べるとき以外はずっと手をつなぐ謎のシステムなどすごいな、途中遠距離の時期も、数年あったのにかかわらず、熱がすごいです。嫌ではないですが私がこんなに好かれる理由が分からず不安です。こういう人との結婚で気をつけることはありますか、かっこ彼は身長150代のぽっちゃり君ですと。150って結構すごいレアですね。そうですね、割とまあ男性としては低めで、現状はいいですよね、傍から聞いてると。そうですよね、すごい、めちゃくちゃ羨ましいですよね、そういう付き合い方できるのは。それが実はこういう危険とかっていうデータがあるかってことですか。あるんですよ、これは。あるんかい、あるんかい。一番やばいタイプなんですよ。いや、もうお金払って嫌な気持ちになってるよ。そうそうそう、本当に。あ、そうなんですか。恋愛初期の熱が強ければ強いほど、はいはい、結婚した後の破局率がバカ高いっていう。マジですか。燃え尽きるんですよ、人ってやっぱり。あ、燃え尽きる。燃え尽きちゃうんですよ。あ、そんなことあるんですか。ありますね。はあ、じゃあそんだけやってくれたらもう心配ですよね、あとは。そう、むしろその女性側の方というよりかはその熱を出してる側が燃え尽きちゃうんで、うん、おそらく今女性からの質問で彼の方がべったりじゃないですか、はいはい、でこれでじゃあ長い付き合いになりました、結婚しますっていうと、はい、彼が飽きて消える可能性の方が高いんですよ。実はこれ逆っぽいんですけど。いや、それでもバランスのマラソンみたいな感じで思えばいいですか。あ、そうです、おっしゃる通りです。いや、それでもきついな。最初飛ばしすぎるとやっぱり、なんていうんですかね、最初はいいんですよ、続婚なんで。でもこの続婚な状態って、はい、あんま長く続かないんですよね。脳内でいろんな物質が出てます。例えばフェニルエチラミンとか、そういう物質がチョコレートとかにも入ってる物質なんですけど、それが燃えるような感じを作ってるんで、それが消えると急にストンってなるんで、うわ、だから燃え上がりすぎる恋は結構危ないと思ったらいいかもしれないですね。理想は燃え上がった状態が理想じゃないですか、うん、それ維持させる女性がもしくは男性がテクってあったりするんですかね、その関係を維持するための方法。常に分かんないです。僕の素人意見だと、うん、男性、今の彼氏さんが燃えてると維持させるために、僕は女性だったら、常に自分がスキルアップしまくる。あ、しまくってしまくって魅力的に届かないぐらいを常にずーっとリレーのバトン渡しぐらいの距離感ずーっとぐらい。それめっちゃ努力する人はできるかもしれないですね。あ、一応なんか長く保つための方法は二人で何かを乗り越えるっていうのが一番大事ですよね。例えばなんか一人だけ、例えば出世していくとよくいるじゃないですか、はい、彼氏がと大学の時にね、体の付き合いなんだけど、彼氏がすごい出世して成功していくと、はい、だんだん遠くになってきたような気がして、なる、ちょっと別れちゃったりとか、はい、あと足を引っ張ろうとしちゃう女子とかいますけど、あれはちょっと離れちゃうとそういうことしちゃうって人が結構いて、あれ大事なのはお互いに、例えばじゃあなんか新しいちょっと怖いことを定期的にチャレンジする、はい、例えばバンジージャンプとかでもいいし、なんでもいいんですよ。あと例えばその行ったことがないような土地に旅行に行くとかでもいいんだけど、はい、2人でこう共通のしんどい体験を乗り越えたっていう経験を、はい、熱い期間にどれぐらいできるかで先が決まっちゃうんですよね。暑い時は超えられるんですよ、一緒に。でもそこが冷めた後は些細なことにも耐えられなくなるんですよ。だから付き合ったばっかとか結婚したばっかの時はそれこそね、あの靴下がポンと置いてあっても旦那さんの靴下を奥さんはエゴで片付けるんですよ、うん、まあ、なんかね、なんかあのだらしないところあるなとか言いながら、うん、でも結婚して10年20年経ってから同じことやったら死ねって言われるわけですよ。確かに。まだ片付けてくれるかもしれないけどね、あの、もうね、奥さんで片付けてくれるかもしれないけど、あ、10年後わかんないですよ。いや、そうか、まあ難しいな。なんでもバランスがいいってことですね。やりすぎ良くないってことですね。そうですね。愛情だからもらいすぎってことですね、今回で言うと。だからもう熱をガーってくる人はちょっと気をつけた方がいいですね。そういうことですね。ほどほどじゃないと向こうが消えていく可能性がある。そっかそっかそっか、距離を置いたり、ちょっと嫉妬させるとか、なんかそういうことをして、ちょっと距離を置くってことですかね。不安はだから間違ってないですね。